はキャバクラで働く男性黒服が立てたスレを4本ご紹介していきます。まずは2022年2月に立ったタイムリーなスレです。キャバクラのボーイ5年やってたけど質問ある？大手ではない。パンツ何色？僕のかな？黒しか持ってないよ。汚い。割と綺麗にしてる。病気の検査もしてるから大丈夫かと。何歳の時やってた？やはり商品に手を出すなとかうるさかったん。21から26やで。商品に手を出したら色々やばい。でも色管理ってのもあって、店の利益になるような場合によっては暗黙されることもある。向こうがやりたがってたらやるってこと？そういうわけじゃない。女の子をちゃんと出勤させて、言うこと聞かせて、店にもその子にもお金が落ちるようにする。そのために色恋を使うこともあるってこと。20代前半を捧げたわけやな。今は何やってるん？そこの経理任されたりもしたのよ。その流れで簿記の勉強からの公認会計士の勉強してる。貯金あるから仕事はほとんどしてない。偉かったんか。マネージャー兼、経理やってた。普通の仕事ならなんだろ、課長くらい？キャバクラボーイをやっていたものを教えてくれ。哲学でもスキルでも構わん。女を見た目で判断しなくなった。会話の流れを見て、ボケとか飛び込めるようになった。女への話の聞き方がわかるようになった。お金や生き方を考えるようになった。あと、怖い系のヤバい人を感覚で感じるようになった。物の価値なんてものは子供の頃から目があったと思う。年収は？360万がベースであとは歩合でいろいろボーナスがつく。預貯金その足し算は？260万、あとはギターとか音楽系のものしか持ってない。社会保険は？ないよ。弁護士や医師に並ぶ国家資格である公認会計士を目指しているというスレ主。黒服というキャリアからは考えられないキャリアアップを目指しているようです。そんなスレ主は有名人の接客をしたこともあるようで。イケメンとか来るの？真面目な話、有名人はそこそこ来る。地方だから来ない。僕のところはいろいろ来たよ。竹内力さんに握手してもらった。映画とか溝端はクソ野郎だと思ってる。そういう話おもろいわ。やっぱり人生経験積んどる人はちゃうねんな。もっとない？ある、語るよ。適当な題名しないんかいな。見で取ったイケメン俳優のいいとかじゃあかんのか？もう数名の名前出してしまったからな。まあ、確かに、僕の感想であって、それをこうやって陰で言うのは良くないよな。良い話の方にしたいな。CM とかに出てる有名ゲームアプリの会社の社長さんとかめちゃくちゃお金の使い方すごかったな。見た目は少し太めの良いお兄さん、くらいの感じやのに、すごいシャンパン開けてて、女の子にもプライベートで色々してくれてた。ただ、女の子をガチで惚れさせてぽいって感じなのは。まあ、逆にガチになる女も女か。僕さ、杉本彩さんのファンだったんだけど、お使いで行った店でたまたま会えた時めっちゃ興奮したな。でも声はかけられんかったよ。見れただけで幸せだった。宇宙に行った人は来なかった？そのレベルの人来たら、真っ先に名前出してたわ。芸能人みたいには隠して持ち上げられれば、大抵天狗になってまうんやろな。でも謙虚さがない人間はいずれ報いが来ることになる。クソみたいな奴は長くは続かんやろな。貯金260でニートは辛いやろうて。二人暮らしで月7万ずつくらい崩してる。年末は贅沢したくて働いたな。8月にはまた働こうと思ってる。コミュ障の直し方教えて。理屈でとりあえず考えて、君が話すのを見する。相手はバカにしたり、けなす。そういう風に思われる。それだけなんだよな。別に死ぬわけでもないからむしろ何言ってもそこまで困んないよ。悪意なく喋ればとりあえず大丈夫だから。気楽にな。このスレでは、スレ主の他にも黒服が集まってきます。スレ主の代わりに質問に答えたり、スレ主の考えに意見を言う黒服スレ民も現れました。いろんなお客さん見てきて思うのは、当たり前だけど、一日で何百万使うやつもいれば、一万の会計でも値切ってイチャモンつけてくるやつもいる。そんな中、僕は一日1万5000円くらいの稼ぎで汗くせ働いてるってことなのよ。一日1万5000円は結構相場として良いよ。やるやつには出すって考え方かな。飛ぶやつ多いからね。オーナーがやからでもその辺のものは借りいいと、それなりに交代分引き上げられるとかなり美味しいからね。お、本物の同僚の方ですね。そうですね、僕がこの待遇だったのは仕事ができるのもそうかもしれないけど、真面目で信用できる人材だったからだと思います。この業界で一番大事なのは結果と信用だと思う。どんなにすごい人と出会い話したりしても辞めたら、みんな離れていったろ？関係が持つ人もいる。でも、大半は夜辞めたら、関係切りたいと思うんじゃないかな？ボーイが集まるスレはここですか？ありがとう。とりあえず、アイス交換選択よろしく。もちろん灰皿もね。大金を稼いでいるイメージのあるキャバクラですが、税金についての質問もスレ民から書き込まれました。キャバ嬢って確定申告してるの？ガサ入れとか来ない？してない子が大半だと思う。って私だからね。そもそも確定申告ちゃんとできるような子がキャバやってるのもなかなか。ガサ入れは聞いたことない。よっぽどの方じゃないかな。スレ主の店には税務署のガサ入れとか来ないの？来たことない。ちゃんと専属の税理士さんがいるし、領収書やらいろいろ証跡は取ってる。が、裏帳簿や、適当に改ざんはオーナーとその人らでうまいことやってるのが裏の世界なんだろう。楽しかったことって何がある？やっぱり、働く人が変な人が多い。
流れ着いた底辺みたいなものだから。でも、それでも受かってるってことは頭良い人やまともな人がいるからなんだよな。その人たちの頑張りを無に返すように、変人たちがかき回すから毎日イベントあって面白いよわらわら。大阪、東京。人控える。嘘バレるから？いや、大手グループと関係ないわけじゃないからさ。ちなみに、ヤクザはやっぱり関係あるときはある。ほとんどの店が反社は店に入れないけど、いろいろ大人の事情があって入ることもある。そうなると厄介なんだよな。結局、良いヤクザも反社であることには違いないので関わらないことね。これは夜だけに共通することじゃないと思うよ。怖い話だと、やっぱヤクザ絡みだよな。当たり前だけどそっちの人は怖いよ。やっぱりそういう店はケツ持ちとかおるんやろ？いないよ。大手はもともと、半分そういう人たちがいてとかそんな話聞いたことあるけど、僕の周りではいなかった。でも、関係性がないわけでもないと思う。知り合いとか。キャバクラで働いててよかったことはある？場合によっては、寿司とか高級料理食べれます。酒が好きなら酒も飲めますね。あと、やっぱり普通じゃありえない経験できることかな？有名人に会えたり、大きな会社の社長とお話できたりね。それと、僕にとっては自分なら行かないとこに行けるところかな。例えば、僕はキャバクラやオッパブとか全く興味ないので、普通に生きてたら絶対行かなかったけどシャンパン飲んだりしました。へえ、確かに貴重な経験はできるか。辞めた後、店の子と付き合ったりはしなかったの？それをしない人間だったから、好待遇な方だったんだと思う。ただ、気になるというか、また会いたいというか、付き合ったら楽しいだろうなとか思う人はいたよ。連絡先はない？情はものすごく大切に扱うんだろ？知ってる？どうだろ。金になる子は大事、そうじゃない子は無知って感じかな。どうでも良い話だけど、キャバ嬢を見分ける技術が身についたんだけど、おしぼりを三角に畳む。タバコのライターを反射的につけてくれる。吸う時は相手と反対側に煙吐く。笑う時にやたら手を叩く。シャンパン嫌い。とかに該当したらキャバ嬢臭いな。以上です。続いてのスレは2016年10月に建てられたスレです。すすきののキャバクラで黒服覚悟防衛してるけど質問ある？仕事の時間まで付き合ってくれ。ちなみにすすきののキャバクラはそっちで言うオッパブみたいなもん。男性がいるバーを教えてくれ。それあれやろ。南6か7条あたりのやつ。普段日光浴びてる？休みの日とか普通に早起きして昼までかける人多いと思うよ。仕事終わりはすでに朝だしな。なんで関西弁なの？関西の観光客多いから、ようわからん。じゃあこっちで言うオッパブはすすきのではなんて言うんだよ。ただのキャバクラ。そっちで言うキャバクラはニュークラ。手取りは？なんで始めたの？手取り25とか。そこそこもらえるし、女に困らんから。ちなみにキャストの女食い放題。倍以上食えてもな。その倍以上必死に口説こうとする客が多いこと多いこと。オッパブで口説くってアホやろ。ナースメイド安くて好き。女の質は保証できないがな。食い放題つっても二人くらいしか食ってなさそう。新人の子とか一体の子狙ってれば自然に食いまくり。一体ってなんだよ。大人のことを田舎では一体っていう。すすきののキャバクラってワンセットで帰ろうとすると黒服が延長お願いしますってしつこく迫ってくる店多い気がするんだけどどうなのよ。こっちは着いた嬢が印象悪いんでもう帰宅しようとしたんだが空気を読んでくれない。それはすまんな。案内所とかセット料金安いから延長で利益取るしかないんや。女がクソだったら気軽に言えば、女余ってたら付け替えるよ。リストの気分次第でブス付けたり嫌がらせもするけど。冒険ではキス OK なのに着いた嬢はキス拒否されたわ。冷めたんで店を出ようとしたら延長してくれとしつこかった。そこは延長するとその嬢の指名料もかかるシステムだったから必死になるんだよね。店でキスあり歌ってるならそれは問題。しかしはいたところで帰りたければ帰れスタンスの店が多いので行っても意味ないな。ただそのパターンだと悪いのは確実に店側。運が悪かったとしか。店に来た有名人は結構来るよ。ミュージシャン多めのイメージ。キャバ嬢と関わる時間の長い黒服、口説き方などはあるのでしょうか？オッパブ嬢のとっておき落とし方。金を使う、以上。容姿に自信があるならダウンとかいいよ。疲れてるっしょとか気を使って友達になろうとすればよし。今はない店だけど、私を指名して閉店までいてくれたらアフターでホテルで遊んであげる。って囁いてきた嬢はいた。ドムでブサイクだったんでこっちから断ったが。ドムは向こうから迫ってくる率確かに高いな。黒服サイドも入店させたスカウトも、お前はブスなんだからそういうことして稼げと教育してるからな。ダウンって何？ダウンタイムだろ。店内が薄暗くなってその間はエロいことできる時間。店内照明落として女の子が上に乗り、触り放題のお色気タイム。オッパブで触発しがたい、女の子に対する攻め方教えて。乳首触るやつは掃除で嫌われる。胸はソフトタッチ、足とかをエロく撫でるくらいにしとけ。あとは下ネタに持ってって酔わせる。黒服からしたらどうやって口説いてる？一番いい方法教えて。黒服やってたら向こうから近づいてくる。新人とか一体口説くときは積極的に気を使ってあげる。それだけ、モテるために香水とか使ってるの。ファブリーズ最強。なんて言ったら落としやすいと思う？まずは客と割り切られないようにするのが一番だと思うよ。友達になろうとするのが一番。
だから共通の趣味探したりとか、あと女も疲れてるから他の奴が質問しそうなありきたりな年齢聞いたりとかは後回しにして、まずは女を楽しませて楽させてあげるのが良いかと。金があっても楽させてあげるのは同様だな。金があって楽な客、みんなこれを求めてる。ここでお前らにキャバクラでポイントを教える。前金製の店は財布の中必ず覗かれてます。金ないはブスつける、金持ってる奴は可愛い子つける。可愛い子も数が限られてるから金ない奴につけてる暇ないんや。だから二人組とかで片方のおごりだと奢った奴に可愛い子つける率高い。あとはこっちも人間だからね。オラオラして入ってきたり、態度悪い客には相応の女しかつけない。そういう奴と金なしには早く帰ってほしいから。あと数人グループならリーダーっぽくて延長とかの権限ありそうな奴につけるな。要はそいつだけ楽しめてたら子分も延長するから。どうでも良い女と金だけで遊べて後腐れがないとか最高。たまにオフで会おうとか言ってくる子もいるけど、固い仕事してるから無理なのよ。客も客でお前みたいに割り切ってるお客様は最高のお客様ですよ。大変そうな夜のお仕事ですが、スレ主はどんな働き方をしているのでしょうか？何歳？月の休みは？20代後半。休みは週1。将来設計考えてんの？これから一生そこで働く気なんだ？何時から何時まで仕事なの？17時半とかに出勤。閉店は3時か4時で片付けて女全員返したら帰宅。20後半とか俺もう海外出張とかちょくちょく言って始め立てたわ。ああ確かに普通の人羨ましいと思うよ。ただ店に来て必死に女に枕頼んでる奴は見下してる。ってそんなことする奴いるか？かなりいるよ。座れすぎて裏で気が変になってる女の子とかいる？キレてる奴はいるよ。ムラムラしてる奴は黒服にくっついてくるな。ちなみに親父返しとかあるから気をつけて。親父返しって何？トップレス店とかで親父に舐められた乳首を拭いたりせずに次の客に舐めさせる。店で本番できんの？最近は全くそういうのないな。ソフトでそんなことしたら追加料金払った上で強制退店がほとんど。怖い人出てくる店もあるから気をつけて。ススキノの場合は上を口説いて同伴やアフターで抱きたいならニュークラ。確実に射精してスッキリしたいならソープやヘルスに行った方がいいよ。ススキノのキャバクラはどっちつかずで中途半端なんだよな。確かにそれはあるな。ニュークラは金次第。ただ容姿そこそこのやつは、キャバクラレベルの女すぐ落としてセフレか彼女にしてしまうな。やっぱ怖い人は奥にいるのか。奥にはいないな。外で歩いてる。おっぱぶって。の谷間に顔挟んで両手でパフパフしても OK なんだよな。店によるとしか、トップレスとかは問題ないと思うけど、着衣のソフトキャバは手で触ることしか許してないし、嫌がることしすぎて女が切れて抜けてくることもあるから、女がいいなら良いと思うよ。裏オプションとかないの？ねえよ。送迎で触る？触らん。仮に向こうから近づいてきてもバカな女は相手にしない。みんなバカだが口が固い奴だけ相手にしてやる。仕事で女の子に何か薬飲ませる？例えばピルなど。全くそういうことはしないかな。危ないお薬使ってそうな女はすぐ首。店が危ない。友達がホストに勧誘されたって喜んでたんだけどすごいことなの？いいえ全く。今時ハゲててもおっさんでも外人でもスカウトされます。胸がでかい女と小さい女ってどっちが感じやすい？でかい女の方が感度いいけどすぐ痛がる。小さい女はバカにされやすいから他のポイント褒めたら喜ぶよ。いいカップって巨乳になるのかな？そこそこ巨乳。いいでもデブなら。細くていいなら十分巨乳。ほうほう。いとこは細いから十分巨乳の部類か。勉強になった。お前らそんな店行くぐらい女に困ってんのか。言ってみろよ、楽しいから彼女とは別物だからな。知らねえ女が突然乳出すんだぞ。その言い方草生えるけど的を得てる。ソープとピンサロとオッパブとキャバクラとガールズバーで、可愛い女が勤めてると思う順番教えて。キャバクライコールニュークラでいいかな？キャバクラカッコ綺麗系矢印ガールズバーカッコ可愛い系矢印オッパブ矢印ピンサロ矢印ソープ。ススキノと歌舞伎町で女の子の見た目が良いと思うのはどっち？歌舞伎町の方がいいんじゃないかな？金余分に使わないと客が落とすのは難しい。人として良い人、と思わせることができればいけることもあるかも。ただサービスを求めるだけじゃ向こうも客としか見ないし、こっちもキャストを人として扱ってあげるのが大事かもな。女は大切にされると喜ぶ生き物だから。なるほどな、ありがとう。それにしても上食いまくりは羨ましいわ。上はみんな黒服に恋するからな。以上です。続いてのスレは2016年9月に建てられたスレです。キャバクラの防衛してるけど質問ある？特定されない範囲で。仕事楽しい。楽しくないっすね。転職ワンチャン。何県？東京都内。まあ防衛に深いところを聞いてもわからんだろうしな。女の子のことは女の子に聞くのが一番いいな。店のことなら防衛の方が詳しいよ。セルフとかなら、もっと聞くことあったのに。ごめん、風俗は全くわかんないや。将来先が見える？夜だからな。ぶっちゃけ、先見えない。ぼったくる？うちはぼったくらない。仕事内容と給料は？俺は女の子の担当を持たないただのウェイターだよ。ドリンクの配膳とか、灰皿やアイスかっこ氷の交換とか。給料は額面32で手取りにすると25くらい。キャバクラで気をつけること？ドリンク以外で。
うちの店は有料店だから大丈夫だけど、店によっては女の子が勝手にオーダーしたり、何の説明もなくビップルームに通されてビップチャージぼったくられたりするところもあるから、店に入る前にボーイにしっかりと確認することだね。ボーイと関係持ってる嬢はどのくらいいる？うちの店は風紀の取り締まり結構厳しいから全然いないよ。昔は横行してたらしいけど、どちらかというと、客と関係持ってる嬢の方が多いよ。もうええなの？12時閉店にしてもまだ仕事中だろ？日曜日は定休日なの。いつもは1時閉店で2時前後に退勤だよ。休みは日曜だけ？何時から働いてるの？定休日が日曜日で高給が月に2回取れるよ。出勤時間は16時。ガールズバーの方が好き。俺も一時期ガールズバー派だったな。キャバクラの方が女の子の年齢層高いんだもん。それは一理あるな。若い子が多めのところは結構それをコンセプトにやってるとこ多いから探してみる価値はあるかも。マジか。俺は今23だけど会社の付き合いで行くときは女の子が30くらいで嫌なんだよね。今度探してみるわ。年齢制限も受けてるとことかもあるね。池袋のミツバチマーヤとかの系列若い子多かったね。俺も今まだ20だから、若い子つく方が嬉しいね。あとは、ボーイに、若い子つけてって言うとかしかないね。ボーイに確認したら確実なんかね。それは店によるとしか言えないけど、フロントのボーイが言ってることと、店内のボーイが言ってること違う時あるから、不安だったらフロントで確認してさらに席に着いたら女の子が来る前に、ボーイにいろいろ確認するのがベスト。まあそうだよね。イッチはいくつ？どの辺で働いてるのかな？年齢は20歳だよ。今年21歳になります。場所は都内です。3連休絡むのに休みならいいね。ゲストは何人くらい？在籍。あ、世間は3連休なのか、今初めて知ったわ。うちは大箱だから在籍90人くらいいるよ。なかなかデカ箱だね。常時何人くらい出勤してんの？出勤は50人前後かな。金曜日とか週末は60人近く出勤してたりするよ。めちゃめちゃデカ箱じゃん。六本木とか？ビップルームとかカラオケルームとか色々あって、最初は宅番覚えるのに苦労したよ。特定は勘弁なので、都内都市か。箱で返しやっぱ都内か。一致的にサービスしたくなる客ってどんな人かね。余裕がある人やね。おしぼり渡したらありがとうって言ってくれたりとか真摯な人は女の子にもボーイにも好かれるよ。あとはどんちゃん騒ぎせず、綺麗に飲む人が好かれるよ。まあそりゃそうか。でも自然に真摯な態度を取るのってなかなか難しくない？紳士ぶってもお店の人たちって結構見透かすじゃん。そういうたしなみや経験がないけど好かれる人っているんかな？確かに難しいね。俺はお酒弱いけど、絶対にぶっ潰れないように気をつけてるよ。お触りとかせずに、普通に喋ってゆっくり飲んでたらそれなりに紳士っぽく見える、かも。都内でも常時60いるところは少ないかと。銀座のキャバか六本木くらいしか聞いたことないわ。そうだよね。俺もよくキャバくらい行くけど、常時50名以上の出勤のとこなかなかないよね。一致はなんで業界にいて裏側十分見てるのにキャバくらい行くの？楽しいん。俺の場合は、仕事終わってから遊ぶってなったらキャバクラくらいしかないし、女の子の引き抜き目的で行ったり他店のボーイや店内の雰囲気とか見るために行ってるね。正直、心から楽しいと思ったことはない。あくまで勉強と仕事のためってことやね。一致は同じ業界の女の子にハマったりせんの？夜の子にハマったことないし、これから先もハマることはないと思うな。キャバ嬢ってあんまり好みの子いないんだよな。ロリ系で可愛らしい子が好み。かなり大きい箱でボーイをしているスレ主。教育の成果年齢の割に受け答えがしっかりしているように感じます。そんなスレ主に好印象を抱いてかスレは伸びていきます。ボーイということでここでもやはり裏事情を知っているスレ主にお得な遊び方を質問します。ピンサロの話だけど、フリーで当たり引きたいんだけど何かないすかね？あと初めての店でブサイクよこすのやめてくれ。ピンサロはやっぱり開店時間ちょうどくらいに行くのがおすすめやね。あとは、フリーで入るのとは違うけど、ウェブ指名無料クーポンみたいなの出してるとこ多いから、ネットで写真見てクーポン使うのがおすすめ。その時間を進める理由はなんでや？ボーイさんも客を見て判断するん？開店直後は最も客が入りにくい時間だから、店側としては嬉しいから可愛い子をつけるんだよ。金持ってそうだなとか、清潔感あるなくらいは見てると思う。一番先に目が行くとこって全体以外だとやっぱ指先、足先かな。俺はよく腕時計見てるな。あと、アクセサリーじゃらじゃらさせてるやつはキモい。腕時計とネックレスくらいにして、シンプルにまとめた方が清潔感出るしよき。店側に新人の子がいるとする。その子の初めての客はピザおっさんより若くて清潔感あるやつ選ぶよな。新人とかそういうのは関係ないな。その新人が可愛い子で、フリーをメンバーかっこ指名客のことにできそうなら、清潔感ある若い人につけるだろうね。こういうの本当参考になる。メンバーになりそうかどうかの基準って、最初は、ボーイの印象に左右されるところの方が大きいかな。そうだね、第一印象でだいぶ変わる。女の子には客を選ぶ権利ないからな。キャバクラとかオッパブとかピンサロで可愛い子に当たりたかったら、女の子よりボーイに媚び売る方がいいね。あとは、在籍多いところに遊びに行くといいかな。在籍多いイコールつけ回しの選択肢が広がる、ってことだから。
確かに、かなり納得した。立地的にぼったくりと普通の店舗を早期に見分けるコツって何かあるかな。新宿とか色々聞くから知ってたらぜひ。まず、キャッチなんだけどスーツとかベスト着ててインカムつけてるキャッチならぼったくりの可能性は低い。無料案内所から行けばまずぼったくりはないから大丈夫。上野、新宿はぼったくられやすいと思うな。池袋、六本木とかはぼったくり少ないイメージ。偽の学生証使ったらバレる ?67 が客として行くなら年格するだけだから大丈夫。67が女の子で入店目的で学生証使うなら、風営法守ってないとこならバレにくいかな。風営法守ってるところでも、代入だけなら偽の学生証でも大丈夫そう。あ、ごめん、67はピンサロ行く客だったな。偽の学生証でも大丈夫だよ。ガチ税系と、できる悪いお店ってもうない？あるとしたらどう探す？そういうお店はほとんどないよ。店で狙うなら、JK リフレがおすすめやな。JK リフレはマッサージしてもらうだけだけど、リアル JK 普通にいるし、JK リフレ通ってリアル JK と仲良くなって、につなげるのが良いかも。俺は普通に Twitter とか出会い系とかで探すけどな。都内詳しそうだから聞く。渋谷にピンサロ少ないのなんでや？単純に客層の違いだと思うよ。ピンサロのメインターゲットはそこまで金持ってないサラリーマンとか、大学生だからな。渋谷はサラリーマン少ないし、大学生よりも高校生とかの方が多いから集客が見込めないんだと思うよ。おおありがとう。きちんとした身なりのキャッチに効くんやな。新宿は無料案内所も危ういところと良心的なところあるって聞いたけど大きいところに入って聞けば大丈夫なんかな。確かに無料案内所もぼったくり少ないってだけで、実際ぼったくりあるしねー。確かに大きい無料案内所の方が安全かもね。一番良いのはキャッチや無料案内所通さず、ネットのクーポン使って直接店に行くことだと思うよ。ありがとう、だいぶ参考になった。おうよ、うちの店はキャッチも無料案内所も使ってない有料店だから、ぜひ遊びに来てくれよな。以上です。最後のスレは2020年12月に建てられたスレです。キャバクラのクロックやってたけど質問ある？今日で辞めたので。バイトの女の子何人とやった？風紀怖くてワイはやらんかったけど告白されたことはある。給料いくら？月40万円くらい。無税でそれならめっちゃええやん、羨ましい。経営者とか幹部ってマジで半グレとかヤクザと絡みあるの？ブラックやぞ。上層部はあるっぽいけど下っ端やったから見たことも聞いたこともないな。年収800くらいやな。めっちゃええやん。なんで辞めたんや？パワハラに耐えられんくなった。どっちからや？上か上司か？上司やな。上は適当に返事しとけば大丈夫や。パワハラも物理やからな。辞めた後なら付き合ってもいいんでしょ？働いてる側からしたらけば上はええわ。採用基準とかあるんか？プロ面とかじゃなければ基本受かるぞ。どういうところで見つけるのがええんや？ワイも経験してみたいわ。クラブで仲良くなった人が夜の業界やったから紹介してもらった形やな。他の人はネットとかじゃね？筋肉とかたっぷあるん？身長は173やわ。筋力ないけど肩幅広いからいかつく見えるかもしれん。黒服のお仕事って何があるの？ざっくり女の子の管理やな。ワイも黒服誘われたことあるわ。やっぱきついんか。人としての扱い捨てて金欲しいならええと思う。暴力ある？普通にある。業界未経験でうまくやれる？33歳無職。元気あれば33でもまだいける。殴られるほどのミスって何やらかしたんや。逆にビールでもぶっかけたんか。些細なミスでも殴られる。うさばらしや。室温不細工デブやけど働ける？室温はきついかもしれん。他のスレ同様、黒服経験者が現れて質問をします。送りも黒服もスカウトも経験済みだけど、女の子の管理は黒服じゃなくてスカウトの仕事じゃない？店に定着するように機嫌取ったり、どの席に座らせるとかや、あとスカウトもやらんと昇級戦。なるほど、付け回しのことね。キャストのノルマはきつめのとこ？ゆるいとこならみんな仲良くやってくれるけど、きつめのとこならみんなギラついててきついよな。Y のところはギラギラやし新人の頃いじめられてたわ。今時新人がいじめられるレベルのギラギラした店って歌舞伎の深夜店とか大阪だと北新地とかくらいやろ。どこの世界もおつぼねは怖いやろ。スカウトって黒服がやるんか？スカウト会社に委託する形じゃないんか？委託も使ってるが自分の会社で取った方が金かからんからな。そんなんしてたら上と恋に発展するやん。現金なん。ペナルティ支払ってまではちょっと。歌舞伎？せや、今の時代、暴力なんて即アウトやろ。ビデオ撮って警察行ったらしまいやん。メリットがなさすぎる。何時まで営業してるの？午前1時までの高級店、それともラスト容器のとこ？風営法？何それ？いや違う、単純に気になっただけ。一回営業停止になったことがあるとだけ。新宿スワンの世界ってリアル？あそこまで怖くはない。以上です。このチャンネルでは他にも面白い質問スレをまとめています。よかったらもう一本見てってください。